君の妹さんは確か、ヨナちゃんと言ったね。はい。あれからいろんな研究をしているんだが、なかなか解決策が見つからなくてね。でも、あれから5年も経つんですよ。ヨナは一体いつ目覚めるんですか？すまない。いろんな人が一生懸命調査しているんだが。すみません。皆さんが頑張ってくれているのは分かっています。こちらこそ、役に立てなくてすまない。妹さんのことで何か進展があったらすぐに伝えるよ。お願いします。それじゃあ、今日は失礼させていただきます。唯一の成功体、オリジナルゲシュタルト。世界を救うヒーローが妹を救えないなんてな。はい。あ、はい。了解いたしました。伺わせていただきます。補佐官。くそ。そうイライラされますな、王よ。クロ。5年、ヨナが眠ってから5年も経つんだぞ。政府と世界浄化機関の奴らは口約束ばかりでちっともヨナを助けてはくれないじゃないか。焦ってはなりません。彼らはあなたのために最善を尽くしています。もし奴らが最善を尽くしているんだとすれば、ヨナを助ける手立てがもうないってことじゃないか。そんなこと。心中お察しいたします、王よ。しかし、あなたは人類の救世主なのです。あなたがいることで、人々は安心してゲシュタルト化に臨むことができるのです。周囲の者たちがあなたと妹のヨナ様を助けようとするのは当然のことなのです。やめてくれ。俺は王でも救世主でもない。監視者どもか。何度も申し上げているように、あまり出歩かれては困ります。あなたに許可されているのは代々木までの国道エリアだけです。それ以上移動されると我々もあなたを保護できなくなります。保護か。保護？保護だと？政府の犬の分際で笑わせる。監視しているとはっきり言ったらどうなんだ。よせクロ、この人たちも仕事なんだ。はっ。誰も悪くないさ。入りたまえ。はっ。以前から懸案事項であったオリジナルゲシュタルトの家族の件だが、プラン B2 で行くことが閣議決定された。プラン B2？ それじゃあ妹さんは？そうだ、ゲシュタルト計画が全て終了するまで凍結されたままだ。この件はオリジナルゲシュタルトには伏せておく予定だったのだが、最近の報告によると妹が不在の状態が続いたことで彼は精神的に不安定になっているらしい。ここで一つ、彼にも肝を据えてゲシュタルト計画に臨んでもらいたいということだ。プラン B2 ということは、妹さんの治療方法は見つからなかったんですね。残念ながら、今のところは発見できなかったという報告を受けている。一度崩壊体になりかけた個体の治療は、現代医療では不可能だ。そうですか。オリジナルゲシュタルトへの説明は誰が？君に決まった。しっかり頼むよ。そんな、僕に嘘をつけた？嘘ではない。未来世界で治療法が発見される可能性だってないわけじゃない。それに他に手があるのかね。それは、そもそも妹を病死に見せかけて処分しようという声も上がっていたんだ。なんてことを。もちろんやめさせたよ。妹が死んだらオリジナルゲシュタルトの不安定さが増加し、ゲシュタルト計画そのものが頓挫しかねない。そう言ってな。私だって辛いんだ。やってくれるね？
はい、わかりました。では頼む。なるべくサポートはするから、必要なことがあれば言ってくれ。何せ彼がいなければ人類が滅んでしまうのだからな。失礼いたします。ニーヤさん、そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。体細胞を蘇生させることが可能な冷凍技術が確立されて、ユナちゃんみたいに保存されている人が他にもいっぱいいるんです。ここは国立兵器研究所って偉そうな名前がついているけど、今じゃゲシュタルト計画のよろず研究所って感じだし、大きな設備も必要だからお金もかかるけれど、ユナちゃん選ばれてよかったですね。そうですね。あなたがオリジナルゲシュタルトになってくれたおかげで、たくさんの人が、人類全体が救われようとしてる。だから私たちもヨナちゃんを助けられるように全力を尽くすわ。俺はそんな大した人間じゃありません。でもヨナをよろしくお願いします。ええ、わかってる。はい、もしもし。え？はい。はい、わかりました。あなたに政府の人から電話が入ってるみたい。え？俺に言おう。千年。そうだ。魔素が無害化されないと、妹さんの複合化は難しいことがわかった。崩壊体の治療そのものが、マソが存在する環境では行えないんだ。とりあえず崩壊体への進行を停止させるために、妹さんのゲシュタルトはコールドスリープで保存される。ゲシュタルト計画が全て終わる千年後、その時になってようやくヨナちゃんの治療ができるようになるんだよ。もちろんオリジナルゲシュタルトである君もその間は年を取らない。だから千年後に元気になったヨナちゃんに会える、という話なんだ。でもそんな長い時間、ヨナが眠り続けなければいけないなんて。本当に申し訳ない。今の政府、いや、人類の科学力では、これが限界なんだ。だが、君は唯一のオリジナルゲシュタルトであり、人類の救世主だ。ヨナちゃんの保全には、最善の努力を行うことを約束する。そんな、俺は、ヨナ。本当に、力不足で、すまない。千年も。ヨナ。俺は一体どうしたら。ヨナ。あまり外出されると我々として。帰ろう。我が王には今一人になる時間が必要なのだ。お前たちの出る幕ではない。下がれ。貴様に話などしておらんよ。我々は我々の仕事をするだけだ。本ごときが生意気を言うな。我の力を試してみるか、犬ども。やめろ。しかし王。やめてくれ。今は静かにしてくれ。は。あんたたちももう俺に付きまとうな。しかし我々は。もしこれ以上ついてくるようなら、黒の力で叩き伏せる。帰って政府の人たちに言ってくれ。俺はどこにも逃げない。生きる。千年の間生き延びてやる。いくらでも待ってやる。ヨナの病気が治るなら。王よ、我はどこまでもあなたと共にあり、あなたの意志を果たす武器となりましょう。
いつか来るゲシュタルト計画完遂のその日に向けて。はあ、辛いことがあればいつでもお申し付けください。この黒の書、万難を排してあなたのために戦ってみせる所存。ありがとう、クロ。ヨナは絶対に取り戻す。必ず。必ず。